や、前回のは標本だったか。統治局がここを襲うことを知っていたけど、俺たちはまだ通りかかっただけだ。それに統治局も別に襲ったわけじゃないだろ。人間のことなら大中ほどにも気にしちゃいないさ。トイリってや、あいつらの思考は一つすぎて、我々兵卒である理解は不可能だ。死母主任科学者、頭取の息子。そのようなものです。正確には第四形態クローリー。いいところに来たわね。もうすぐ実験が始まるわ。ネットスフィアへの通信です。間に合ってよかった。このために父に無理を言ってジュニアから昇格させてもらったんです。あれが合成したネット端末遺伝子ですか。ずいぶん大掛かりです。ここの設備全体が実験体の脳みそみたいなものよ。それでもオリジナルの機能には到底及ばないわ。あの水槽に浮いているのは何です。都市の補助電源。堆積層で発掘されたんだけど、耐圧板から外した途端に何らかの化学反応が起こっている。今はどうにか爆発だけは抑えてるわ。爆発ってまさか。メガストラクチャーに穴を開けるのはもう諦めたんじゃなかったんですか。別に諦めたわけじゃないわ。委員会に停止命令を出されただけよ。それじゃああれを使うつもりなんですね。
いいんですか、僕にそんなことを話して。頭取ならとっくに知ってるはずよ。あいつが止める気になればいつでもできる。そんなにこの階層から出たいんですか。一体上に何があるっていうんです。始まるわ。
生きてる人間に会えたわ。強い磁場の乱れを感知したからもしやと思って来てみたんだけど、今のケイ素生物たちも同じことを考えていたのね。私の名前はシボ、あなたは誰？あいつだわ、最新型のケイ素生物。私の装備ではどうにもならない。逃げなきゃ。新型重力子放射線射出装置。助けに来たわよ、キリー。